あなたがいなくなってからもう一年。本当、あっという間だったよ。ユウトはカー種族に戻りはしたけど、何かにつけてこっちに来てる。プリンが食べたいだけなのかもね。レッドタブレットは取り戻せなかったけど、それよりも重要なものが手に入ったって妙に悟ったようなこと言ってたっけ。最近またちょっと背が伸びて、ルミアには今でも時々会ってるんだ。とはいえ、会うたびに大抵口喧嘩が始まっちゃって大変なのよね。ま、それが挨拶みたいなものだし、おも引かない。ルミアはとうとう教官になったみたいで、ガーディアンズ内では早くも鬼教官なんて呼ばれてるみたい。ガーディアンズ時代の知り合いだったトニオやリーナにも会うたびにそのことをからかわれてた。そうそう、トニオとリーナは相変わらずリトルウィングで頑張ってくれてます。どんな任務も二人一緒で息もぴったり、少し羨ましいかな。チェルシーはなんと、まあ、クラッド6のリゾート地区に自分のお店を開いちゃった。昔のママさんや知り合いたちにも手伝ってもらって、リトルウィングの受付と掛け持ちで頑張っちゃってる。よくやるなって思うけど、本人が楽しそうだからいいかな。シズルと夏目さんは亜空間研究の悪用を罪に問われて、一旦は逮捕されちゃったんだ。でも私たちの弁護やガーディアンズの調査が功を奏して、二人とも執行猶予で済んだんだよ。今は親子二人でゆっくりと亜空間研究を再開させてる。私も時々手伝いに行ってるんだ。ウルスラさんはクラッド6独断捜査の責任を取ってスカイクラッド社を退社。まあ実際のところは、あんな頭でっかちばかりの会社こっちから願い下げって見下り犯を叩きつけたみたいだけどね。じゃあウルスラさんは今何をしてるのかっていうと、あっさりおっさんと結婚しちゃった。うん、多分ここは大いに驚くところ。聞いた時はポカーンとしたもん。お父さんって呼ぶのですらまだ慣れてなかったのに、すぐにお母さんもできちゃったから。書き忘れてた。私名前変わりました。今はエミリア・ミュラーです。あの後おっさんじゃなくて、お父さんの娘として正式に席に入ったんだ。お父さんには未だになれないけどね。私自身はまああんまり変わってないような、すごく変わっちゃったような。パーシバルがミュラーになって、名前の後ろに博士をつけられるようになって、対外的には結構変わったけど、私の中身は何も変わってないつもり。ん？あのさ、人が手紙書いてるのを横からじっと見つめないでくれる？パートナーでも礼儀ぐらいわきまえてよ。ここまでにしておくかな。お父さんにも呼ばれてるし、いろいろ準備もしないとだしね。友人での亜空間航行実験か。自分で提唱しておいてなんだけど、まさかこんなに早く実現するなんてね。よし、決めた。これからカフェに行って全メニュー制覇しよう。
しばらくクラッドシックスには戻ってこられないだろうし、食べられるうちに食べておかないと。ほらほら、行くよ。あんたは私のパートナーなんだから、しっかりついてきてよね。